Ten in Shock。 おはようございます。おはよう。ご飯食べる。おはよう。撮ってる？撮ってない。撮ってない。撮ってんやろ。撮ってない。ひとまず無線チャンネルスタートやから、はい、やりたいことは、まあ、このご時世からロケ行けるかちょっとあれやけど、制作者のロケと街紹介とレシピ動画、その生産者で取材行った場所の例えば卵とかキャベツとかの、あの畑で採れたものを使ったレシピ動画を撮りたい。大きく分けてこの3つを撮りたいんやけど、はい、どうしてこうかって感じやな。そう、まあなんかいろんな声をかけてて、はい、全然そのロケは全然行けそうやから一緒についてきてもらって。でもなんかあれですね、ただじゃあ今日はここに来ましただけで始まっちゃうとなんか面白くないから、うん、でやっぱもうロケ番組めっちゃ好きやからロケしたいねんな。なんかそのテレビとかじゃなくて、ただロケに行くだけ、じゃあ今日ここ行きますっていうのだけじゃなくて、なんかうまいこと指令書でしょ、なんか言ってたよね。指令書を作ってそれを俺が知ってる指令書と、これどこどこなんちゃうんっていう指令書と、でもまず生産者さんと、お会いしてどういう作り方、楽しかったしんどかったこととか軽く聞いたり、なんかどんな感じでやってんのかを知りたい。そうですね、農家の人の漁師の人のおすすめの食べ方、それをやっぱね無線でも提供したいし、実際ねそれ持って帰ってきて、それをじゃあ今度レシピ動画も出して、なおかつお店でも提供するできるようにして、感じのなんか動線的なつなげ方できたら面白いかな。めっちゃおもろいと思う。でなんかね、街の進展とかあのイベントとか、アパレル生産者クリエイター見れたらいいな。ただでもその前 YouTube チャンネル別のやつでやった時とか、はい、まあ今なんかあのオフィシャルでやってるインスタライブとか生配信とかテテヤンでやってるから、テンションがこう、はいやってまいりましたテテヤンです、イエーイどうもこんにちはイエーイって感じやから、今回のこの無線のチャンネルはやっぱすっぴんのてつやっていうキーワード、キーワードすっぴんのてつやっていうのキーワードに、まあ普段の息苦しくなると思う。イエーイがずっと続いたらエクストリーム現代社会モタン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 から、でも第1回目ってめちゃくちゃ大事やから、その1本目の動画、そうっすね、だから1本目の動画を普通にこういうことをやりたいですって説明をしたとて、多分俺見らんと思うよね普通の人は。知ってる人は見ると思うけど、こんな感じこんな感じでみたいな、そう一から説明していくより、なんかできへんかな、なんかあるかな。1回目今大事って言ったじゃないですか。で1回目やからこそやっぱりこうやりますよっていうのをカフェであったりとかいろんなところあるんで、そういうところにまあちょっとご挨拶的な交友関係をこう赤裸々にやるっていうのはいいんじゃないですか。っていうかもう逆に今まだ9時32分なんですけど、今日撮りますか。今日いけんな。街ブラしますか。知ってる人おるかおらんかわからんで、まあ確かに無線の南船場の周りのお店をちょっと巡ってみる。そうそう、いいんじゃないですか。いいね、言いましたまあお日柄もいいし天気もね、お日柄もいい、やろうか。いやこれちょっと、まあ、今言ったのも、実はその、さあじゃあ今すっぴんの徹夜、今回キーワードして、実はちょっと撮ってて、カメラ？はい、回してますこれ、はい
靴カメラ赤いやつつくんやけど、これついてないやん。これつかないんです。設定これ。設定です。ちょっといろいろ、まあてっちゃんのこういう関係の部分で、こういうところを紹介していくよっていうのをちょっと実際に訪れながらやろうかなと。行っちゃいましょう。いやいや、これもわかんねんな。これが徹底やんやから。そうそうそう。まだね、9時半なんで、一旦無線に戻ります。うん、そうしましょう。では、後で。キーワードは、すっぴんの徹夜です。行きましょう。二香料理店。ですけど。エクレーニシさんと、カズシ松田です。撮っていく？はい。はい、帰ってきました。